2018年12月20日に発生した、あの忌まわしき韓国海軍によるレーダー照射事件を皆さんは覚えているかな？あれはリゴの対応も含めてひどかったな。韓国が公開した動画も組織が公表したものと思えないほどお粗末なものだったしな。あからさまな責任のすりつけが透けて見えたよね。思い出せない人のために要約すると、韓国海軍の駆逐艦であるヒロカイド大王が、日本の航空自衛隊 P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件だね。結局この事件は、日韓双方の意見が食い違い、うやむやにされたままになっているんだよな。事件が発生した時に公開された映像や現場の状況を何度見ても、韓国海軍が主張するように日本の航空機が異常な低空飛行で韓国空軍機を威嚇してきた、という主張は紛れもなく嘘をついているようにしか思えないぜ。あれから月日は経っているけど、あのレーダー照射事件の全貌はこれから先も明らかにはならないだろうね。日本の主張を韓国側には受け入れられることもなく、うやむやに放置されることが本当に悔しい限りだな。ずっと平行線のままってこと？多分な、あの韓国が今さら間違いだったと訂正すると思うか？日本人だけはご立派なあの韓国だぜ。思えない、100% 自国に非があっても、なんとかして理由をこじつけて責任転嫁する国だもん。だよな、まあそういうことだよ。ムカつくね。相手が相手だから、もう半分諦めるしかないのかもね。さて、今回はそんな P-1 哨戒機の国産化に成功したらしいから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。もともと P-1 哨戒機は2013年平成25年3月に神奈川県の厚木基地から実戦配備が始まったんだ。P-1 導入以前はアメリカロッキード社が製造した P-3C 通称オライオンを運用していたんだけど、このオライオンという戦闘機は世界20カ国で運用されていた人気機種で、言うなればベストセラー機に位置づけされていたらしいよ。海上自衛隊ではオライオンを国内企業である川崎重工業によるライセンス生産を行い、98機製造したんだ。その他にも完成品3機を FMS によって輸入したらしいぜ。そんで、合計で101機の機体を1978年それら53年から1997年平成9年の約20年間、部隊運用されたってわけだな。長い間日本を守ってくれてありがとう。本当にお疲れ様でした。20年間も活躍した P-3C オライオンだけど、逆に表現すると老朽化したとも言えるね。その後継機として製造されたのが P-1 哨戒機だよ。日本国内での生産川崎重工業と防衛省との共同開発で生み出された戦闘機で、オライオンが引退した1997年から10年後の2007年に初飛行を試みたんだ。その6年後の2013年に配備が開始され、予定としては K70 機以上の生産が考えられている。2021年1月現在では厚木基地と鹿屋基地を合わせて36機が配備されているという状況だ。P-1 哨戒機の初舷は、乗員11名全長 38.0m 全高 12.1m 全幅 35.4m 最大離陸重量797トンとなっているよ。また、機関部には日本の IHI 社が製造した F7IHI10 ターボファンエンジン4機を動力源として備えられるんだって。初見だけ見ても、以前運用していた P-3C オライオンが少し大きくなったというのがわかるな。その中でも最大の相違点として挙げられるのが機関部だ。今まではプロペラ仕様のターボプロップ型だったのが、ジェットエンジンへと改良されているんだぜ。この新型ターボファンエンジンも IHI 社旧石川島播磨重工業が製造した日本の国産エンジンだね。川崎重工業を主体として開発された哨戒機本体も含めると、長年の念願だったオールジャパンで製造された戦闘機だよ。日本ならそう遠くないうちに実現できるだけの技術力を持っていたからな。当然の結果だね。P-1 哨戒機は P-3C オライオンと同様、機体前方下部にウェポンベイ爆弾クラを搭載できるんだ。これは対戦攻撃用の武器や爆弾を収納することが可能ということを表しているんだよ。付け加えて主力下部に空対艦空対空ミサイルを吊り下げることができるスペースが8箇所もあり、アタック型の戦闘機としても優秀だ。ウェポンベイは機内設置型で、ドアを開けて投下する爆弾庫タイプで、内部にあるため、当然外部からは隠蔽されており、ステルス機能にも優れているんだぜ。P-3C オライオンは4発しか搭載できていなかったことを比べると、P-1 哨戒機は主要任務である哨戒活動だけではなく、有事の攻撃力についても増強されていると考えられるね。P-3C オライオンの上位互換だね。P-1 哨戒機の開発経費は約3500億円と言われていて、
これまで購入した戦闘機は1機あたりが約175億円かかっているらしく、調達中の F-35 ライトニング2戦闘機は1機あたり価格約116億円と比較すると圧倒的に高額なんだよね。国産 P-1 哨戒機の海外輸出を強く望む日本政府は、P-3C オライオンの代替を目指す複数国イギリス、ニュージーランド、ノルウェー、カナダなどを対象に話を進めようとしたが、どこの国も乗り気にならなかったらしいよ。どうして？日本が作った P-1 哨戒機だよ。高性能間違いなしなのに。なぜならイギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国はすでにアメリカから P-8 哨戒機の導入を決定していたからなんだよね。カナダが残っていたけど、この国もアメリカの圧力もあり、厳しいと思われているよ。武器輸出三原則が緩和されてきたといっても、武器輸出に関して慣れていない日本にはハードルが非常に高いんだ。また国産 P-1 哨戒機は稼働率が低いとも言われており、採算の目処がつかないのが現状だ。日本ってちょっと金欠なイメージがあるもんね。そうだね。P-3C オライオンは前述した通り世界20カ国で採用されている人気機種で、アメリカのロッキード・マーチン社が製造したものとなっているよ。ちなみにその後輩機であるアメリカの P-8 哨戒機はロッキード社ではなく、ボーイング社が開発したものだな。アメリカで唯一の大型旅客機メーカーとしても名高いボーイング社が製造した P-8 は民間用旅客機737を基本にしていて、信頼性や安定感が抜群にいいと言われているよ。戦闘機についてボーイング社は、実際、ロッキード・マーチン社に遅れをとっていたが、ロッキード社には F-35 ライトニング2戦闘機という目玉商品があるからな。ボーイング社の P-8 哨戒機は西側諸国にとっては標準規格になりそうだと推測されているため、ロッキード社より一歩先を行くことになると思うぜ。だけど、これには問題があり、アメリカは自国で運用している戦闘機と同水準機体の海外輸出許可が出ないんだよな。ただしイギリスとニュージーランドとオーストラリアの3カ国だけはアメリカと UK-USA 協定を締結しているという理由で、例外扱いとなっているぜ。ちなみに UK-USA 協定とは正式にはユナイテッドキングダム・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカといい、SIGINT 設備情報収集活動用施設や盗聴情報を共同利用できる多国間協定を指すものだよ。やっぱり技術力に信頼があっても、アメリカの安心感にはかなわないのかな？これに関しては今後に期待としか言えないな。長い時間をかけて培っていく必要があるだろうぜ。でもきっと、いつか日本の技術力が武器輸出の分野でも認められる日もきっと来るよね。今までも不可能を可能にしてきた日本だし。日本国産の P-1 哨戒機が世界で活躍する日が来ることを願い、国内防衛産業に技術を蓄積し、よりよく成長させてもらいたいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。